こんにちは、まにこです。ご視聴いただきありがとうございます。今週の動画は、ルノルマン、グランタブロで欲張りリーディングを予定しているんですが、その公開の前に急遽、タロット、カルマと因果応報をテーマにリーディングを行いたいと思います。よろしくお願いいたします。この動画の次に公開予定のグランタブローリーディングと合わせてお楽しみいただければと思います。まずは選択カードをご紹介させていただきます。1番、カーマ。2番、ティアーガ、手放すこと、シャリ。3番、カルマ、行い。お好みのものをお選びください。ここからはリーディング内で意味を拾いませんので、あまり深く考えずに決めていただいて大丈夫です。なんかね、このオラクルカード、バガバットギーターカードを引くたびに、カルマのカードがやたら出てくるんですよね。出たことがないカードもまだあるのに、同じものばっかりやたら出る。しかもカルマばっかり。なので、今回はテーマとして採用することにいたしました。思い立ったら少しでも早く皆様にお届けしたいと思いましたので、取り急ぎ動画を作成しております。カルマから占い動画で需要のある因果応報へ。カルマとのセットだからというわけでもないんですが、因果応報と言っても、あくまでも自分軸のリーディングとなります。誰かを呪ったり、復讐を願ったりということとは少し違ってまいります。とはいえ、カードの展開によっては、もしかしたらそういうこともあるかもしれないという可能性は否定できませんね。ですが、一応そのようにお断りさせていただきます。今回は少ないカードでピンポイントのリーディングにしていこうと思います。複数気になった場合は、ぜひ気になるものをご覧いただいてから、ご自分に合っているなと思われるものを、ご自分の結果として受け取っていただければと思います。選択肢はお決まりになりましたでしょうか？まだお決まりでないという場合は、恐れ入りますが、一時停止での対応をお願いいたします。では1番から順にリーディングしてまいります。1番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回は3枚引きで時系列に見てまいります。左が過去、審判。中央が現在、カップ5。右が未来、ソードページになります。過去から見てまいります。審判。このデッキの審判は孫悟空のようですね。お釈迦様に勝負を挑むという場面でしょうか。確かそんなようなお話でしたよね。結果は惨敗ですが、その後、孫悟空は三蔵法師と出会い、お役目をもらって一緒に旅に出ます。敗者復活という感じに取れなくもないですね。それまでの自分の傲慢さを反省し、心を入れ替えているといいですけれども、孫悟空はどうでしょうか。このカードが過去に出てきているということで、ご自身でも過去に何かやっちまったなという思い出が終わりなのかなと想像します。今思うと、なんであんなこと言ってしまったんだろう、なんであんな態度をとってしまったんだろうなど、または、なんであんなに自信満々だったんだろうなどでしょうか。その鼻をへし折られた感覚、その挫折感から自分自身と冷静に向き合い、己を知り正しく評価していく、そのプロセスの途中のように見えますが、いかがでしょうか。現在、カップ5。
敗者復活のようなテーマを掲げて過去から現在に至るという感じに見えましたが、現在はまだ過去の行いと向き合っている最中という感じに見えますね。なかなかそこから気持ちを切り替えていくことが難しい。もう大丈夫、立ち直ったと思ったかと思えば、またしばらくすると過去に気持ちが戻ってしまうような感じをイメージしました。過去はなかなか一番さんを手放してはくれないようです。ですが心の中の不要なものを手放し、空になったカップにはまた新しい感情でいずれ満たされていく、そのための大事なプロセスであるとして、今この時を乗り越えてほしいなと思います。過去のところで新しいお役目をもらって新しくリスタートするというところまでを思い描きました。今はまだその途中ですから、結論を出すにはまだ早いということですね。未来ソードページ、冷静に周囲を見渡し、ご自分の立ち位置を確認しつつ、確かな情報収集と分析でこの先のビジョンを明確にしていく、そのような感じに見えます。ページなのでまだまだこれから、ご自分が望む未来、思い描くビジョンの通りにご自分のこれからを作り上げていく。ソードは知性理性のカードですから、過去の行いからの自己嫌悪的な罪悪感や焦燥感のようなものを乗り越え、それも自分の一部として受け入れて前に進んでいる、そのように見えます。一番さんにとってのカルマや因果応報はご自身の過去の行いから来るもの、それはずっと先に持ち越すのではなく、現状で回収しつつ、より良い未来のために今その時を過ごされているということ、今ここという感じですね。このソードページさんがなんだかとても頼もしく見えてきました。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。2番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回は3枚引きで時系列に見てまいります。左が過去、司祭、中央が現在、審判、右が未来、太陽になります。3枚ともダイアルカナですね。よりはっきりとしたメッセージが受け取れそうです。過去から見てまいります。司祭、師匠、先生、メンター、あるいはご両親、そういった方からの教えに忠実であるということ、または世の中のルール、モラルに忠実、自分の頭でそれが正しいかどうかという判断をしたのではなく、それが正しいこととして教わってきたことだから正しい、そういう感じにも受け取れるようなことですね。子供の頃からの常識、そういうものに対して疑問を持つこともなかった。それが現在にどのような影響を与えているのでしょうか。現在審判、一番の展開でも審判が出ていました。一番さんのところには過去として出てきていましたが、二番さんには現状ですね。このカードの絵柄は孫悟空のようなんですが、このシーンは多分お釈迦様の手のひらの上にいるところなのかなと思います。大いなる存在の手のひらの上、ご自分がそれまで自由意志だと思ってきたことに対する疑念が生じるようなことが何かしらあったのかもしれません。気づきのタイミングを迎えたその後ですね。そう思った時に、これまで自分が正しいと信じて疑わなかったことが果たして本当にそうだったのかという疑問、振り返ってみると実はそうとも言い切れないことがあった。それを反省しつつ、過去は取り消すことができないので、今後の行いでそれらの埋め合わせをしていくということ、現状ではそういった心の中での生まれ変わりレベルでの変化があったように見受けられますが、いかがでしょうか。具体的にそれがどんな内容であるかはそれぞれにあると思いますので、ここではっきりとしたことは申し上げられませんが、例えばみんなが正しいと言っているからとか、そういうものだからなど、
自分自身では合理的な説明ができないけれども、そういうものだという固定観念で決めつけて誰かを責めたり非難したような過去があったとするならば、そういったことに対して今振り返ってみると、もしかしたら相手の方が正しかった可能性に気がつくなどですね、今そのような気づきのタイミングを迎え大きく成長していけるきっかけを得た、そのように見ることができます。未来、太陽、古代エジプトではだったかな、太陽は一度夜に死んで翌朝生まれ変わると信じられていたそうです。多分エジプトですね。そのような神話は多分ね、他にもあるんじゃないかなと思いますし、いかに太陽が大切なものであったかをそこから感じることができます。タロットの太陽は成功を表したりしますが、全てのものを明るく照らし出す、生まれ変わって何もかもが明るみに出てくる、時に都合の良くないことまでもが白日のもとにさらされるかもしれません。何もかもが明確にはっきりと見通せる状態になり、これまで無意識なのか意識的なのかは別として、目をつむってきたことに決着をつけていくということ、現在の審判といい、未来の太陽といい、生まれ変わりレベルでの大改革がご自身の内面で起こり、それがやがて外側へ放出され、周囲にも影響していく、そのような感じを今回はイメージしました。過去の経験を踏まえ、何かしら新しいことを始めていく、それが大きく成長し成功していくようなイメージにもつながっていきます。温めている計画が終わりでしたら、ぜひそれを実行に移していっていただきたいなと思います。では今回のリーディングは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。3番をお選びいただいた方のリーディングになります。よろしくお願いいたします。今回は3枚引きで時系列に見てまいります。左が過去魔術師、中央が現在カップ7、右が未来世界になります。魔術師は大アルカナの1番、世界は21番で、大アルカナの最後になるカードですね。ゼロの愚者がスタートなのか最後なのかという解釈の違いもありますので微妙なところですが、例外の愚者を外せば最初と最後のカード、位置関係としても面白い出方をしているなというのが第一印象です。過去から見てまいります。魔術師、大アルカナの1番ですので、そこから始まりのカードと言われています。このデッキの絵柄ではシンデレラのためにカボチャを馬車に変えるための魔法をかけている真っ最中といった絵柄になっていますね。魔術師はタロットの各スート、ワンド、カップ、ソード、ペンタクルですね、それらをすべて融合させ、今まさに新しいものを作り上げるぞといったカードですが、特にシンデレラの魔法使いはネズミを馬に変えたりなど思いもよらないことをやってのけてしまいます。とりあえず状況さえ揃ってしまえば行動あるのみ、そうすれば結果がついてくるという感じもイメージします。ここは過去の場所なので、突飛に思えることでもとりあえず行動してみることで何かを変えようとしてきた、新しい世界を生み出そうとなさっていた、それまでご自分を縛ってきたものから解放され自由になろうとしてきたような感じをイメージいたします。現在ペンタクル7、このデッキのこのカードもすごくよく出るんですが、太陽が生まれ変わるための儀式の真っ最中という絵柄になっているんですね。この2人は最終的に炎の中に身を投じるわけですが、何かを得るためには犠牲が必要ということと、そのタイミングが少しずれると思っていたものとはまるで違うものになってしまう可能性について言われているような気がします。ほんのちょっとの躊躇、ほんのちょっとの疑念、ほんのちょっと勇気や決断力が足りなかったためにタイミングを逃し、結果的に得られるはずだったものが得られないということになりかねない。
これこそが過去からのカルマなんでしょうか。今回の展開での過去にはそういうことが出ていませんでしたので、もっともっとずっと前の過去ということかもしれません。ある意味そういう運命を背負っているなどですね、先ほど過去のところではそれまでご自分を縛ってきたものから解放され自由になろうとしてきたような感じとしてお話ししましたが、その縛ってきたものがもう大丈夫と思った頃にまた蘇ってくるなど、過去が追いかけてきているように感じることももしかしたらあるかもしれません。自分で自分を縛るというか、それはもしかしたらご家族など身近な存在の方に関わることかもしれませんね。無意識の刷り込みから自分の意思で行っていると思い込んでいることもあるのかなと思います。何が本当のことなのかもよくわからない状態ですが、また過去に戻るという選択肢はないはずです。完全に吹っ切れるまでにはまだもう少しの時間と努力が必要になってくるかもしれませんが、いずれそれは成し遂げられるものと信じて前に進んでいただきたいなと思います。未来、世界、完全、完璧、完全調和、何もかもが融合していくというカードですね。まさに世界、一つの世界を構成する要素が全てそこにあるということ。過去の後悔の念をはじめネガティブなものも全部ひっくるめたもの、それら全てが今のご自身を作り上げている大切な要素、何一つ欠けても今の状態になっていなかった可能性ですね。自分では嫌だなと目を背けたくなるようなことがあったとしても、それらと向き合う勇気を持つこと、そしてそれらを受け入れること、それを成し遂げた姿がこの世界のカードにあるように感じます。過去から現在にかけて改めてご自分を一から作り上げている、試行錯誤しながら新しいものを作り上げようとしている、そのような段階にあるように見えますが、未来のところではそれらが見事に調和し、一つの世界を作り上げているようです。では、今回のリーディングは以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。